え今年の初夢にひろゆきさんが出てきました。プログラミングのことを大きくいい機会だと思い、ここまで知らないのですが、という夢の方が行こうとしたら、私に質問する時間があれば、その分勉強した方が良くないですかって言われてしまいました。嬉しいような、悲しいような、しょうもない方がすみません。とりあえず1%の了解を買いました。勉強になりました。尊敬します。ありがとうございます。報告だけか。<laughs> はい、ありがとうございます。 えっとまあ、そのプログラムって分からないものをグーグルに入れてググるっていうのでその調べるっていう癖自体が実はプログラム上達のコツだったりするんですよね。まあ、あの分かんないことがあったら他人に聞いて覚えるっていうのは全然効率もいいし、まあ、最初のうちはそれでいいんですけどある程度詰まった時に自分でググるっていう癖で調べるっていう風なテクニックを入れた方が長期的には伸びると思いますよ。だけどそなんななな雑談がが面白く聞こえたいいいいっていうマジックがあるんじゃかななと思います、はい、乾杯です